私たちが最高の人生を歩むためにさあ一歩踏み出そうとかするときに必ず邪魔しよるやつがおるわけですよね。もうせっかく今日から変わろうと思ったのにとか、せっかくこう一歩踏み出そうとしてるのにもうなんやねんと言って、必ずと言っていいほど邪魔しようとするやつがおるわけですよ。それはもう他でもない自分自身だったりするわけですよね。もっと言うと自分自身の心の声、これを心理学的にはセルフワンなんて言い方もしますけれども、例えばですよ、目の前の人にの話を聞いてたと、一生懸命話を聞いてるんだけども、で何とかしてこうね、その人の力になってあげたいなともし思ってたとしても、内心ちょっと心の声がこうしてきたりするわけですよね。話長いなとか、あそのくだりこの前も聞いたなとか、同じ話ぐるぐるしてるなとかね、お腹空いてきたなとか、もうかれこれな1時間以上この話してるなとかね、そう、心の声がすぐ邪魔をする、うん、で例えば一歩踏み出そうとしてる時でも、本当にできるのかなとか、そんなのさやめちゃえばとか、どうせうまくいかないんじゃないとか、なんかやるの無意味じゃないとか言ってね、自分の心の中の声って結構してくるもんなんです。特に自分がこう状態のいい時っていうのはもう前へ前へぐいぐい行けるわけですけれども、疲れてきた時とか、あるいは不安な時とか、あるいはちょっとマイナスが強くなってる時って、心の声がわんさかします。うん。あるいはね、誘惑とかもそうですよね。例えばダイエットをしてる人とかが目の前にお菓子があって、お菓子な食べたいな、でもな食べちゃいけないな、でもな今日だけは1個だけ食べちゃってもいいかな、どうしようとか言って、心の中の声がこうすぐしてくる。私たちのですね、最大の敵こそはセルフワンという言葉があるぐらい、本当にね、自分の中の、マイナスの声ね、プラスの声ならいいんですけど、特にマイナスのセルフワンというのは結構厄介な存在だったりするわけですよね。ね、私のね、そのセミナーのワークとかでもよくやったりするわけですけど、その例えば3人組作ってもらって、2人がこう会話をするわけですよ。2人が A さん B さん決めてもらって、 A さん喋り役、 B さんは聞き役でやるわけですよね。でその時にね、 C さんがこの聞いてる方の B さんのちょっと近くに寄って、あのね、 B さんのセルフワンの声役をやる。 B さんの耳元で B さんが言いそうなことをね言うわけですよ。この話長いなとかね、あもうあと何分続くんだろうこの話とかね、もうかれこれな1時間この話聞いてるね、もうそんな人の愚痴とか文句とかあんま聞いてたくないんだけどとか言って、 B さんが言いそうな声をねこうやって C さんに言われると、 B さんはもう全然目の前のことで集中できないとかなって、でもな私な、そういうことを結構疲れてる時言いそうとか言って気づきが起こるみたいな、そんなワークをねこうやったりもするんですけど、本当に私たちがこのね、マイナスのセルフワン、マイナスの心の声に負けないようにするにはどうしたらいいかということを、今日はね、3つのポイントでお話ししてみたいと思います。3つね、マイナスの心に負けない方法があります。で、特にさっきも言ったように、疲れてる時、マイナスの時こそ、本当にわんさか声がしてきます。うん。ね、厳しい言葉で、疲れてる時に出る自分が本当の自分って言葉があるように、疲れてる時は本当にマイナスのセルフワンがね、うるさかったりするわけですよ。うん、普段はニコニコ話を聞けたり、ニコニコいい状態でやったり喜んでる人とかも、もうなんかこう体が疲れてきたりとか体調がいまいちだったりすると、あーしんどとか、もうなんで俺がこんなことするのかねっていうね、マイナス声をわんさかしてきたりするわけですよ。その時にどうしたらいいかということのポイントなんですけど、まず1個目、これは特に誘惑系が起こった時に有効ですよ。うん、自分が誘惑に負けそうになった時、決まり事を、ま、なんか破ってしまいそうになった瞬間、うん、例えばね、お菓子の誘惑だったりとか、あとは男性とかだと浮気の誘惑とかひょっとしたらあるかもしれないですよね。もうなんか本能でなんか綺麗な女性が寄ってきた時に、あもうなんかそっち行っちゃうかなみたいな誘惑にこう結局負けてしまって、家族関係なんか夫婦関係ボロボロになって私のところにカウンセリングにいらっしゃるみたいな、そういうご夫婦とかもいるわけですけれども、特に誘惑が近づいてきた時のマイナスのセルフワンの時は、1個目ね、10分我慢しろという原理原則があります。私たち脳の構造的に実は誘惑には結構負けやすいっていう性質を持っています。うんね、人間の脳みそというのは要は一番ど真ん中にある、ね、大脳新皮質という部分はですね、本当にいわゆる爬虫類の本能を司る部分だと言われているので、生きるか死ぬかの選択を瞬間瞬間でしなければならないというね、そういう機能がやっぱ残ってるものですから、目の前に誘惑が近づいてきた時、例えばね、爬虫類の本能でいうと目の前に美味しそうな獲物が近づいてきた
と、もうするとあれ今お腹空いてるないからやめとこうかなとか、なんか、うん、この目の前のなんか例えばトカゲ食べるのは明日でいいやとかねそういう、ことを考えずに本能で瞬間でバッて取る、そういう特性があるわけですよね。なので、今でも人間にはその脳が残ってるわけですから、誘惑が近づいてきた時にパッて行こうとするっていうのは実は合ってるんですね。誰でもあることなんです。わあ、そっち行っちゃいたいな、ね、ダイエットしてるけどなんか甘いもの食べちゃいたいなとか、うん、せっかくファスティングしてるのにもうなんかご飯出されちゃったら食べちゃおうかなみたいなね、うん、私それであの48日のファスティング49日目に突然美味しいものが出てきて、うん、もう俺今日はやめるって言ってやめちゃって誘惑に負けたという経緯もあるんですけど私ね、それは実はね、動物の脳的、人間の脳的にも実は正しいと。ところがその誘惑というのは10分間はね持続しないんですね。うん、大脳新皮質の一番外側には大脳辺縁系というね、まさにこう人間の人間たらしめている優れた脳の器官があるわけですけど、ここは要は理性が働く器官でもあるので、10分後にはこの新皮質から大脳辺縁系の方に機能が切り替わっていって、ちょっと待てよと、でもやっぱりせっかく決めたんだし、よしちょっとやめとこうとかですね、そういう理性が働きやすくなって機能が切り替わってくるのが10分間なので、10分間ちょっと誘惑に耐えてみて、でセルフワンの声に負けないようにして、10分後にそれでも例えばちょっと食べたくなっちゃったらまたちょっと真剣に考える、本当に食べていいのかな、せっかく自分で決めたんだしな、あと3日じゃないか、3日なんだからよし我慢してみようってなるかもしれないですね。そう、まず1つ目のポイントは、特に誘惑系のセルフワンに対しては10分間我慢してみようということですね。これはね、あのハーバード大学のマイケル・マクゴーニガル教授がですね、あのしっかりこう提唱していることで、人間の誘惑は10分間耐えることができないので、しっかりとその時間を耐えてくださいねということをおっしゃってるわけですけど、で2つ目のポイントはですね、無視するってことなんですね。心のマイナスの声、セルフワンをもうやっつけるには、もう無視する、やり過ごすってことです、ね、ただ完全に無視しようと思っても当然こう心の中の声って湧いてくるもんなので、その時にですね、あ、心の中でマイナス声してるなって自分でちゃんと拾って少しね言語化しておくとすごくいいと言われてるんですね。私たちで言語化すると自分をすごくこう客観視することができるようになります。主観でいる時ってちょっとこう辛かったりするわけですけれども、ね、デソシエイトっていうんですが、客観視すると急にこうね、怒りの感情だったりマイナスな感情だったり、悲しい寂しいとか、そういうマイナスな感情、疲れたって感情とかもちょっと冷静になれたりもするので、ああ、今心の中でマイナスの声が鳴ってるな、セルフワンちゃんが暴れてるなぐらいのねそのぐらいで、きちんと言語化して、あ、疲れたって言ってるんだなとか、あ、そろそろ寝たいって言ってるんだなとかね、あ、そっちのなんか誘惑に行っちゃいたいって言ってるんだな今自分って、きちんと言語化することによって冷静に、自分を客観視することができます。これはですね、インドの方 のピバッサーナ瞑想という、瞑想でも特に目をつぶったり呼吸法をするわけでもなく、ただただ自分の心の中にこう湧き上がってきた感情を言語化するだけで、きちんと冷静でいられて自分を深く掘りながら本質とつながっていけるというね、そういう瞑想の方法もあるぐらい、自分の心の中で湧いてきた感情をきちんと言語化するってすごく有効な手段なんですね。なのでただただ無視してやり過ごせるならもちろんそれでも OK です。きちんとマイナスの感情を言語化してちょっと冷静な自分を取り戻しながら、目の前のことに集中するということが2つの目のポイントになってくると思います。で3つ目、これがまさに今もちらっと言ったんですけども、無視した上で、ね、10分耐えて、無視して心の中も言語化した上で、そして目の前のことに集中する、もう本当にこれだけですよね。ついつい私たちって目の前の事象にこう振り回されちゃって、セルフワンが湧いてきて、わあどうすればいいんだってなってしまう時があるんですけども、この3つのステップを踏んでいただいてですね、でとにかく目の前のことに集中する。でこの有名なですね、本当に私も大好きな、アドラー心理学のアドラー博士のですね、迷った時にはもう人生の選択で迷った時にはとにかく誰かの役に立てる選択肢、
あるいは一人でも多くのより大きな、共同体のための役に立てる選択肢を選びなさいということを言ってくれてて、私はその言葉が大好きなんですけれども、まさに目の前のことに集中する、ああセルフは湧いてきたなと思っても、よし目の前の人にもう一回役に立つんだという思いでマインドセットをし直して、そうやって、誘惑に負けなかったりセルフワンをやっつける、やり過ごすという、そんな手段があると思いますね。本当に私たちが成長しようとするほど、自分たちのね過去の経験とかがマイナスのセルフワンになって、どうせ無理じゃねえとか、やめといてもいいんじゃねえって声がしてくる時があるので、そんな時にはこの3つのステップを使ってですね、自分のセルフワンをやり過ごしながら、また勇気を出してその一歩を踏み出せる、そんな風に、自分の心とまた向き合っていただけたらなと思います。皆さんの人生が良い素晴らしいものになりますように応援してます。いつもありがとうございます。